眼科医の平松です。今日は翼状片についてお話しようと思います。翼状片というのは翼状って書くんですけどですね、白目が黒目にこうかかってくるような病気ですね。なので鏡で見ていただいても皆さんなんとなくわかる感じの病気になります。鏡で見ていただくと白目が黒目に入ってくるんですね。それで何が問題かっていうとですね、ゴロゴロしたりとか、あとは乱視が強くなってしまうっていうこともあります。ですのでそのことをちょっとお話しようと思います。じゃあどういう風になってくるかってことですね。白目が黒目に這い出してくる、なんでかっていうと、まあ、本来はですね、白目っていうのも毎日こう生え変わってきてるんですが、黒目の端っこのところで止まるんですよ。でこの止まるのがうまくいかなくて、まあ、そのまま行ってしまうって、まあ、そんな感じになりますね。ちょっとぐらい黒目に入ってるぐらいは基本放っておくことが多いですけど、多く入ってしまってゴロついてしまう、痛くなるってことですね。あとは、乱視が強くなってしまうと治すっていうの、あとは見た目に気になる場合ですね、まあ、この3つの場合は手術の適用、手術をするってことになります。言い方変えると目薬、飲み薬とかで治すってことはちょっとできないです。翼状片ってどういう人がなりやすいか、よく目をかいた人、あとは紫外線をよく浴びた人になりやすいので、ちょっとそれは気をつけていただくと悪化を防ぐことができます。で、よくする目薬はないと。手術はどうするかというとですね、白目のところをまあ簡単に言うと切って、ちょっと位置を移動したり、他からちょっと白目持ってきて縫ってくるっていうような手術です。手術というのはどうしてもやっぱり切って縫うって感じになりますので、結構ゴロついたりします。で、手術時間もまあ10分以上は必ずかかるもので、まあ日帰りが一般的ですけれども、まあ入院することも可能は可能ですね。じゃあやればパッと治るかっていうとですね、結構縫ったりしますんでですね、だいたいそうですね、1ヶ月ぐらい充血したりすることが一般ですし、糸、溶ける糸を使ったり溶けない糸を使う方はまあいろいろいますけれども、まあそれによってですが、まあどちらにしろしばらくゴロゴロします。あの異物感が必ずすると思ってください。状況を変えますので、白目が綺麗になるって思うとちょっと違うんですね。血管の生え方、状態が変わりますので、充血はむしろ気になるって方もやっぱゼロではないですね。あの実際充血がひどくなってるわけじゃないですけど、血管の状態によって、まあ、ひどくなったようになる、感じる方もいらっしゃいます。再発っていうこともやっぱりリスクとしてあります。一回取ったんだけどまた出てきちゃう人がいるんですね。で、再発が起きにくいように MMC って言って、まあ、抗がん剤の一種で再発を抑制するお薬を使うこともあります。それは患者さんの状態とかに応じて使うこともあれば使わないこともあるっていうことですね。まあ、それは飲んでもらうとかじゃなくてですね、あの傷口のところに外場で塗って、で水で流してきれいにして、まあ、再発を予防するっていう、まあ、そんな感じのお薬になりますねっていうようなのが一般的な説明です。じゃあ手術すればすっきり綺麗になるかっていうとですね、まあ白いものが取れるのはまあそれ取れると思いますけれども、乱視に関しては、まあ、手術前より悪くなるって方もやっぱゼロじゃなくて、まあ良くなる方の方が多いんですけれども、そういうこともあります。そして視力に関して言うと、まあ基本的には良くなることが多いですけど、まああまり変わらないとか、乱視ちょっとひどいなって人もやっぱゼロではないってことですね。と、異物感ゴロゴロに関しては元があった方は結構良くなることが多いです。でも元なかった人の場合はむしろ感じるって人もゼロではないので、ちょっとそういうふうに思っていただければと思います。今日は翼状片の理由と手術について説明しました。